はい、おはようございます。今日はですね、なんと、今江戸川区の方に来てます。僕の後ろに映ってると思うんですけど、江戸川区の小松川警察署っていうところの前に来てます。で、この小松川警察署なんですけども、僕が逮捕された時に入ってた留置所になります。21歳の時に逮捕されて、かれこれ15年ですかね、経ったんですけど、今回、まあ、僕の YouTube で節目ということで、まあ、僕自身が普段対談形式とかでお話しすることは多々あると思うんですけど、僕の口からこういう話をするのはちょっと今回の最初で最後にしようと思ってます。21歳の10月ですね、2007年の10月に自分で出頭してここの留置所に入ってたんですけども、まあ、僕が留置所に入ってた期間っていうのは約8ヶ月から9ヶ月ぐらいですね。まあちょうど今見えると思うんですけど、鉄格子がついてるところが3階なんですけど、ちょうどここが留置所になってて、でも入ったばっかり時っていうのが ものすごくメンタルもやられてて、正直自分の中では入ったばっかりの時っていうのは浅はかな考えをしか持ってなかったので、もうすぐ出れるぐらいしか思ってなかったんですよ。で、まあだんだんこう捜査が進んでって、もう自分自身刑務所に行かなければいけないっていうのを、まあ、ここの留置所の中で悟ったんですけど、で、まあ、本当に留置所の生活っていうのはものすごく過酷なところで、すごくシャバとは近くではあるんですけど、やっぱりこう自由が利かないっていう思いと、で、僕自身、まあ、共犯がいて、共犯がその頃逃走してたので、40日間の接見禁止っていう、弁護士さん以外誰とも会えないっていう状況の中で、やっぱりすごく精神的にも追い込まれて、その40日間の間で約16キロぐらい痩せました。警察の方と、まあ、どんどんこう取り調べをされていく中で、まあ、やっぱり自分がしてしまったことへの本当に罪の重さだったりとか、被害者の方へのですね、申し訳ないことをしてしまったという後悔の気持ちから、まあ、本当にそうやって約10ヶ月の間ここの留置所の方で過ごさせてもらったんですけど、まあ、その10ヶ月間この中にいて、まあ、一番感じたことっていうのは、自分自身が幼稚だったなっていう気持ちが一番大きいですし、まあ、その時も結婚もして子供も2人いて、お腹の中にはもう1人いて、そんな状況の中で、まあ、21歳で、まあ、取り返しもつかないような犯罪を犯してここに入ったわけなんですけど、大々的にニュースにもなって、で、一番最初にこの面会に来てくれたのは、まあ、母親であったり、その時の奥さんであったり、テレビに出てる姉ちゃんが面会に来てくれた時は、本当に自分のせいでいろんな人たちにこう謝罪をしてくれて、もう自分自身が情けなかったですし、まあ、正直お姉ちゃんがいる前でも泣きました。留置所にいて夜の8時半ぐらいになると布団を敷く時間なんですよ。で、その布団を敷く時間にちょうどあの留置所の窓がちょっとの時間だけ空いてるんですけど、留置所の真向かいにディズニーランドの花火が8時半でちょうど上がるんですよ。で、なんかそういうのもまた見てると、シャバが近いっていうのもあって、自分自身を見つめ直すじゃないですけど、なんか悪かったところを振り返れた時期なのかなって思います。ここの留置所にいた期間っていうのは、今回なんでこういう動画を撮ろうかなって思ったかっていうと、まあ、やっぱり自分自身がちょうど朝倉さんの1000万企画出たのも1年前なんですよ。いろんな人生が変わるきっかけになった1年間でした。で、出所してちょうど10年です。で、逮捕されて 15年経ちます。で、今回そのいろんな節目があるっていうことで、いい思い出ではないですけど、やはり僕が歩んできた人生なので、今回ちょっと僕が歩んできた人生をこれからちょっと動画でお話しさせていただきたいと思います。はい、今ですね、ちょっと場所の方を移動してきまして、ここはですね、あの東京拘置所になります。まあ、東京拘置所といえば、あの円盤みたいな形の建物が結構象徴的なのかなと思うんですけど、まあ、僕自身が東京拘置所の方に入ってたのは約2ヶ月間ぐらいですかね。すごいもう要塞なんですよ。中から外からしても要塞 で、あそこのちょっとこうアーチ状になってる網目のところがあるんですけど、あそこがちょうど独居房の運動場になってまして、運動っていう運動場ではなくて8畳ぐらいの縦長の運動場で、歩いてたり、まあ、縄跳びも一度
貸し出しはしてくれるんですけど、そういうのをやってるところで上のキャットウォークって言われる通路みたいなのがあるんですけど、そこからこう監視の人たちがずっとこう見張ってるっていうような状況で生活してました。留置所とは違って、結構都道府県の留置所によって生活っていうのがちょっと違ってまして、警視庁の方では5日間に1回しかお風呂に入れないんですよ。で留置所はそんな感じだったんですけど、一応こっちの拘置所の方は1週間に2回お風呂に入れます。まあ、それでもかなりこうシャバとの生活で言ったら、毎日お風呂入らない人って基本的にはいないと思うので、1週間に2回といっても本当に頭も痒くなれば体も痒くなりますし、本当に過酷な生活でした。この拘置所に至っては2ヶ月間もうずっと独居で、基本的に刑務官の方以外とは誰とも喋る機会もなかったですし、僕自身はここの拘置所にいる時に最後の要は判決の裁判を迎えるわけなんですけども、もう本当に気持ち的にはドキドキでした。留置所にいた時に休刑の裁判が行われて、休刑を僕は8年だったので、あとはもうこの拘置所の中で判決を迎えるっていう状況の中で、まあ、自分自身どれぐらい懲役刑を科されるのかっていうこともものすごい不安でしたし、ちょっと移動するだけでも刑務官の方が全部指紋認証と暗証番号で、誰一人こう脱走させないぞっていう作りになってるので、まあ、やっぱりそういう環境の中で生活をしてるだけでも精神的にかなりやられましたし、その2ヶ月間いて拘置所から次行くところっていうのはもう刑務所しかないんですよ。刑務所っていうのはどこに行くかっていうのは自分自身では選べません。なんですが、一応リクエストというか要望は出せるんですよ。3箇所要望が出せて、で僕自身はこの東京拘置所ですね、その自分自身が住んでた江戸川区と一番近いところだったんで第一候補として記入しまして、2番目は一応僕は小明くんとかも入ってた民間刑務所の方をリクエストして、で3番目も、まあ、民間刑務所っていうのは全国で何箇所かあるので、その全て民間刑務所要望を書かせてもらったんですが、僕はここの東京拘置所で刑期を過ごすことはできませんでした。まあ、ここからですね、最終的に川越少年刑務所っていうところに移送されるんですが、移送される日とかも全く僕自身には知らされないですし、それこそ僕の家族にも移送される日だったり移送される場所っていうのはもう移送されてからしか知らされないので、もう毎日不安な日が続いてました。まあ、中でのちょっとしたこう生活を振り返りたいと思うんですけど、まあ、まず拘置所に着いた日っていうのはですね、通称びっくり箱って言われる、自分がどの部屋に入るとか、まあ、その前身体検査とかもしなきゃいけないんですよ。まあ、そこのびっくり箱っていうのが電話ボックスをもう一回りぐらい小さくしたような、人が一人座れるぐらいのスペースがあるんですけど、でそれで呼ばれるまでひたすら待ってなきゃいけないんですけど、僕はトータルで朝着いてもう夕方の3時ぐらいまで座ったらこれぐらいのところに扉があるぐらいの狭いところで、かなり自分自身結構閉所恐怖症ぐらい狭いところが苦手だったんで、かなり精神的にもきつかったですし、まあ、それでいざ呼ばれて持ち物検査だったりですとか、まあ、いろんなその身辺調査みたいのをされるんですけど、まあ、そこで初めてこうもう素っ裸になって、お尻のから陰部というか下腹部というか、そういうところも自分でこう持ち上げて、何もその拘置所に持ち込んでるものはないですよっていうのを自分自身でこうやって証明しなきゃいけないんですよ。でその姿も刑務官の方にもちろん見られますし、それがですね、もう本当に未だかつてそんな屈辱というか、その人権ってないんだなって思ったことはなかったので、正直それはものすごいきつかったです。まあ、でもそれがやっぱ逮捕されることなんだなっていうのが実感したので、それでですね、拘置所っていうのは未決と帰結っていうのがあるんですけど、未決っていうのはまだ判決が下る前の状態です。帰結っていうのは判決が下った後なんですけど、未決の状態ですと一応中で売店みたいのがあるみたいなんですけど、そこで食べ物だったりですとかいろいろと買えるんですけど、なんせ僕ずっと独居にいたので、どういうものが買えるのかとか、もうそういうのあんまり分かんなかったですし、こう今一番思い出に残ってるのはフルーツ缶ってあると思うんですけど、それを買ったらはいいんですけど、缶切りももちろんそういう凶器となるものは部屋にも入らないですし、買ったままずっと食べれずに結局裁判を迎えて帰結になっちゃったんですよ。っていうのも後から聞く話ですと、快感放置機って言って、
よく、まあ、今思い返すと1日に1回だか2回だか大声で廊下でこう叫ぶんですけど、この快感っていうのが読んで字のごとくなんですけど、快ってあの開けるって書いて、で缶はあの缶詰の缶で、放置機っていうのが一応その刑務官の方を部屋から呼ぶときって変なボタンみたいのがあるんですよね。そうすると部屋の外にライトが光って、 あそこで誰か呼んでるなって言って刑務官が来てくれるんですけど、要はその快感放置機って言ってるタイミングで押さなきゃいけないんですけど、それが全く何にも教えてくれてなくて分かんないんで、缶詰買ったはいいんですけど最後まで食べれずに新品のまま気欠になってしまったっていう、なんかそれがちょっとした思い出ですね。はい。でまあ僕はあとここからですね、川越少年刑務所の方に6月こう移送されるんですけども、まあ、そっちはそっちでまたちょっと川越少年刑務所の方に行ってちょっとお話ししたいと思います。はい、ということでちょっと場所移動しまして、あの川越少年刑務所の方に今来たんですけども、今日はですね、あのブレイキングダウン4であの一緒だった渡部さんにもちょっとお越しいただいて、渡部さん自身も刑務所に入られてたことがあるんですよね。そうですね、僕もあの少年刑務所じゃなかったんですけど、はい、一般刑務所の方に3年ちょいぐらい、はい、あ、結構長いですね。そうなんです。渡部さん自身その刑務所に入った時が一番もう初犯なんですか？その少年の時には少年院とか入ってたんで、はい、あの前歴はあったんですけど、はい、刑務所入った時は初犯っていう形で一発で実刑行かされちゃって、でもそれこそトータルでじゃあ拘束されてた期間っていうのはどれぐらいなんですか？全部で6年ぐらいです。すごいですね。どうですか実際、僕今ちょっとこれ川越少年刑務所出所して久々に来たんですよ、初めて。刑務所のジンクスで出所した後にその刑務所の方を振り返ったらなんかまた入るみたいな、あ、そんなあるんですか？そういうなんかジンクスが言われてて、だから一応なんかそういうのも都市伝説的なもんじゃないですけど、はいはい、なんか信じてもう全く見ないようにしてたんで、今改めて来てみて、あ、こんな感じの建物なんだっていうのを初めて知ったんですよ。はいはいはい。そういうのは全く聞いたことなかったですか？そうですね、僕もなかったんですけど、でも自分がいたところってどういうあれなのか気になって、はい、携帯では調べたりはしたんですよ。ああ、そうなんですね。なんか僕は刑務所自体はだいたい4年ぐらいですかね。結構長いですね。正直なんかいろんなところでこうお話はしてますけど、はい、入ったことある人と会話ってあんまり僕も多くはないんで、成人刑務所って結構過酷ですか？強がったりとか、はい、自己主張とかしない限りはそんないじめとかもなくて、はい、あ、そうなんですね。空気の入れ合いとかはやっぱあるんですけど、はい、あるけどそこまでひどくない。懐かしいですね、あの空気の入れ合いっていう空気用語が、はい、嘘つくとやっぱ一発で、あ、やばいですよね。いじめられる原因にはなるんで。若い人ってそれこそあれ、渡部さん入られた時って何歳ぐらいの時？僕入ったの20の代の時なんです。ああ、じゃあ僕ともう1歳違いぐらいの時に入ってるんで、はいはい、それこそじゃあでも渡部さん若い方だったんじゃないですか？そうです、だから可愛がられてはいたんです。裁判決まった後どこの施設行きたいみたいなリクエストっていうか要望出せるの知ってます？あ、知ってます。僕も出しました。で僕、まあ、家が東京だったんで、はいはい、拘置所にしたんですよ最初、あの東京拘置所。あ、はいはい。で2番目が民間刑務所、はいはい、でやっぱ川越だけは行きたくないと思ってたんで、はいはい、ずっとそれこそ空気入れられまくって、はいはい、川越はいじめやばいよとか、うわ、だからもうなんか留置所から拘置所までひたすら運動もしまくってて、はいはい、少しでも体力つけていかないとみたいな。運動とかもあんまり激しくないんですか、成人刑務所って？成人刑務所はそのやらされる運動はなくて。あ、そうなんですね。そう、だから少年刑務所ってもう結構みんなでこう集団でやったりとかなんかあるっていう話聞いたんですけど、はい、そうです、そうです、そうです。あの一般刑務所は本当に1日30分の運動。え、そうなんですね。でもうあとはあの受刑者が話しててもいいし筋トレしててもいいし、あ、めっちゃ自由なんですね。そう、ソフトボールしててもいいし筋トレしててもいいみたいな感じなんで、そのみんなでやるっていう行為がないんですよ。わざと運動制限つけたりとか、はいはい、運動制限っていうのがあの体にちょっとこう例えば足が痛いとか、はいはいはい、いろんなこう理由をつけて運動制限っていうものをつけると運動しなくていいんですよね、はいはいはい、それもそれですごく叩かれるんですよ。お前実際運動できんだろみたいな、はいはいはい、逃げてんだろ、そうです、逃げてんだろみたいなこと言われて、じゃあそれこそ渡部さん今出所されて何年ぐらい経つんですか？今3年ぐらいです。あ、
でもまだそんなもんなんですね。そうなんですよ、まだ3年ぐらいで。どうですか、僕はちょうど今年で10年なんですよ。もうそんな経つんですか、はい、10年、はいはい、10年前の10月に出所したんですけど。あ、10月に出たんですか。僕も10月なんですよ。あ、そうなんですか、はい、3年ぐらいの時って、でもまだまだ全然落ち着いたっていう感覚はなかったですね、僕は。うん、ちゃんと中では反省もしてたし、もう絶対悪さしないっていう頭もあったんですけど、はい、とりあえずでもその期間遊ぶしかないな、あ、出てきてから、はい、っていう考えしたところで、すぐに今の彼女と出会ったんで。あ、そうなんですね。そうなん、本当もう出てきて1ヶ月ぐらいで出会って、はい、仕事ってすぐ決まったんですか。もうそうです、僕出てきて3日でもう求人見て、早いですね、すぐにこう面接行って、はい、すぐにこう合格できて。僕の場合だとちょっと顔バレとかしてるっていうのもあって、はいはいはい、結構もう本当ことごとくダメで、もともと働いてた会社に雇ってもらえることになったんですけど、はい、なんかじゃあその仕事はすぐつけたってことだったんで、なんかその刑務所に入って出所してきて困ったことってあります？クレジットカードとか。ああ、クレジットカードとか、はい、やっぱ今でもまだ3年なんで作れなくて。え、そうなんですね。そうなんです、多分5年ぐらいは多分作れなくて、だからその今パーソナルジムやってるんですけど、はい、それの支払いとかが全部現金じゃないとできなかったりとか。ああ、なるほど、今結構みんなキャッシュレスですもんね。そうなんですね。ここでまあちょっと苦労したりとか、はい、お金を借りようとした時、はい、その事業をやるために借りようとした時にやっぱそういうのが審査が。僕も本当ここ最近の話なんですけど、テレビ東京さんでテレビ番組が1回決まってたんですよ。昨日連絡いただいて、急遽僕のコンプライアンスに引っかかってダメになっちゃったんですよ。あ、そうなんですか。まあそれは僕自身がいけないんで、まあ仕方のないことなんですけど、その10年経つとはいえやっぱ難しいなって思うところはありますね。真面目に生きようとしている人がまた生きづらいのかな。やっぱ失敗しちゃったっていうか、やっちゃった僕らは悪いんですけど、はい、でもそういうのでやっぱ再犯率って結構上がってるのかなっていうのは結構思います。そうそう、ちょうど多分先日渡部さんが仲いいあの米尾さんと、はいはい、広いかないさんの番組で維新の会の方とか、もともと財務省にいたあの官僚の方とか、はい、4人とか5人ぐらいでちょっとあの話し合いをしてたんですよ、はいはい、でやっぱそういうところで今日本自体も国を挙げて、要は過去に犯罪がある方だったりとか、そういう人たちをもっとこう生きやすくしなきゃダメだよねっていうような方向性に動いてるみたいで、はい、判決を受けると要は懲役刑っていう名前だったじゃないですか。 はい、それも拘禁刑っていう名前に変わるし、拘束する方に、はいはいはい、要は禁止の禁で、はいはい、拘禁刑っていう名前に変わるらしいんですよ、はいはい、でなんかそもそも懲役の懲って懲らしめるっていう意味合いじゃないですか。でそれをちょっとこう柔らかくして、まず罪名その変えるっていうのと、はい、捕まってる時のなんか処遇だったりとか、なんかそういうのを国を挙げて変えるみたいですね。2025年ぐらいをめどに変えるって言ってました、すごい、ね、でもなんか少しずつ民間が入ってきたりとか、はい、あ、そうですね、変わってきてはいますので、はい、罪を犯した側があまりこう大きな声で言えることではないんですけど、それでもやっぱり再犯率っていうのもやっぱ日本ってすごく高いと思うんで、まあ、そういうところをやっぱ少しでも減らしていくためには、捕まっている期間でもちろん反省するしないっていうのも大事だと思うんですけど、その後の出所した後の生活をどういうふうな人生を送ってもらうかっていうところがかなり大事なんじゃないかなと思うんです。ここからのですね、出所後どういうふうに生きていくとか、はい、そういったあのお話はこの後ですね、渡部さんのチャンネルの方でちょっとぜひぜひお話できればなと思うので、よろしく。僕のチャンネルはこんな形で、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。後藤祐樹という個人チャンネルの方で本気でキャンプ場を作っています。これからも動画たくさん投稿していくので、ぜひぜひ個人チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。